はい、今回の動画なんですけど、出すことをずっと迷ってたんですけど、ただもうあまりにも数多くの悩んで自らの命を絶とうとしてるっていう DM がもう俺にめちゃくちゃ届いて、だからできるだけもうなんとか自分の感じてる思いっていうのをこの動画で届けたいなと思って撮影しようと決断しました。ジョーブルグは俺にとって人生を投影してるチャンネルです。このチャンネルを通して俺自身が勇気を振り絞って立ち上がって、みんなの元気やったり一歩踏み出す勇気になったかなと思ってやってます。だから今回の動画、今までで一番勇気が必要やったんですけど、みんなも必死で来てると思うんで、もう覚悟を決めて話したいと思います。俺は今年から再復活を決めて本腰入れて YouTube を再始動させました。っていうのも YouTube 自体は継続してずっと今までやってきたんですけど、力が入らへん時期が去年までありました。もう何度考えても答えが出えへん時期があったんです。ちょうど1年半前に僕の母親が首を吊って自らの命を絶ちました。普段悩めへんしマイナスに落ちることっていうのはないねんけど、ただもう頭が真っ白になりました。どうしてんか分からへん。考えても考えても答え出へんし、これ何のメッセージやねんこれはって。神様も俺はあんたに何したんやって、いろんな思いが自分を駆け巡ったけど何も答えは出ませんでした。俺には大好きな二人の母親がいます。っていうのも、俺が幼少期の頃に俺の父親と母親が離婚しました。俺と二つ下の妹は父親側に引き取られて、幼い俺と妹を男で一つで育ててくれました。その時のことはもう今でも鮮明に覚えてます。母親とは疎遠になって、幼い僕はめちゃくちゃ寂しい思いをしましたが、親父が必死こいて仕事頑張ってる姿、幼い俺らを幼稚園に迎えに来てくれたりとか、ご飯作ってくれたりとか、そんな親父の背中を見てたからこそ、母親に会いたい気持ちとか寂しい感情っていうのもできるだけ親父とかに出さんようにしてました。で、小学校高学年ぐらいの時に親父が再婚して新しい母さんがやってきました。初めのうちはやっぱ離れた母親への記憶やったりとか感情が拭いされへんかって、新しく来た母さんのことをお母さんとかおかんとかやって呼ぶことはできなくて、もうずっとお姉ちゃんって呼んでました。だけどそのお姉ちゃんは、俺が学校行くときはいつも早起きして弁当作ってくれたりとか、飯作ってくれて洗濯とかしてくれたりとか、で周りの友達とかがサッカーとかやりだしたときあってん、それ俺やりたいのに親父とかにやりたいって発揮し言われへんくて、自分のやりたいこと、その時にその姉ちゃんが相談乗ってくれて親身になってな。で俺やっぱり心を開いて親父にもそういうこと言えるようになって、サッカーやらさせてもらったりとか、あんなの姉ちゃんのおかげやったし、それでその姉ちゃんのことをおかんとかお母さんって呼ぶようになってんな。血は繋がってないけど、それでも俺は本当に母さんやと思うようになりました。今でも思ってます。ほんまに育ててくれたお母さんには本当に本当に感謝します。ほんまにありがとう。見てるかわからんけど、俺の家族は俺と妹と親父と育ててくれたお母さんとの間に新しい弟も二人生まれて、もうほんまに大好きな家族やって思ってます。そして健康に元気に育ててもらって、10代が終わろうとしてる時に俺にはずっと残ってる思いみたいなのがあったんですよ。それはやっぱ産んでくれたお母さんに会いたい。やっぱ今こうやって元気で楽しく生きれてるっていうのは育ててくれた親父とおかんとで産んでくれたお母さんのおかげやと思ってますし、やっぱ会ってそれを伝えたい。でも疎遠になってるし、どうやって俺が元気に楽しく生きれてるっていうのを産んでくれた母さんに伝えれるんかなと。向こうはもう会いたくないんかもしれんし、俺は何気ない日常の中でパッてテレビ見てた時にふっと思ったことがありました。あ、この人たちみたいに有名になったらええんや。有名になったら
俺がめちゃくちゃ日々を笑って楽しんでる姿を合わずとも間接的にでもいいから見せることができるやん。ほら俺は元気やぞと。だから俺は絶対有名になったろうと。そして有名になることがもう一つの俺の中での大きな夢になりました。で、俺が夢を追いかけてる最中、少しずつではあるけど、いろんな人たちに支えられるようになって、そうやって活動してるさなか、俺に SNS で一本のメッセージが入ってきました。それは、産んでくれた母さんからでした。そしてその内容は、次のイベントに会いに行きたいと。そういうメッセージとともに、あなたのことをほったらかして出て行ってごめんなさいっていうメッセージが入ってました。で、俺はすぐに、そんなことないよと。俺が元気に、健康に、そして大事な人に恵まれて、こうやって生きれてるんは、ほんまにお母さんのおかげですっていうことを伝えました。そして、迎えたイベント当日、俺はみんなの前で話しました。俺は今日、もう、大きな大きな、夢が叶ったと一つ。なんと、疎遠になってたお母さんが、この会場に来てますと。世の中には、いろんな家庭の形があると思いますが、僕には、二人のお母さんがいます。だから、人生が、二倍楽しいんです。だからほんまに、産んでくれてありがとう。あなたのおかげですっていうことを伝えました。母さんはその時、泣いてました。で、俺は、もうやったぞと。やっと言えたぞと。なんか待って人生が、新たにその時から開いた気がしました。で、そっからというものの、ちょくちょく会ってはいましたが、俺の仕事も忙しくなって、で、東京に俺が移り住んだりとかで、会えない時期もあったりで、で、2年前に俺が大阪帰ってくるタイミングで、妹と、そのお母さんと、グループライン作って話して、こっからやったら俺も大阪帰ってきたし、いっぱいあるなーって話をして、で、予定を決めてました。ただ、会う日当日になったら、ちょっと体調崩したから、会われへんなった、つって、断られて、じゃあ改めて予定決めようか、って言って、で、またその当日になったら、別の予定が入ったから、って言って、ドタキャンみたいな感じになって、断られて、なんかそういうのが、結構何度も続きました。で、母さんがたまに、やっぱ、なんか思い悩んでるような LINE とかも来てたから、俺と妹でちょっと話し合って、ちょっとこまめに、俺らも連絡取っていこうって。もう会ったら大丈夫やから。とにかく、会うまでちょっとこまめに連絡取り合おうって言って、俺と妹でそういう話をしてたんですよ。ただ、母さんは、新しい家族もおったみたいやから、だからそこは安心してたし、その家族がおるってことで。で、俺らがそこになんか、いきなり行くも違うなと思ってたし、とりあえずまた会うまでなんか、たどり着けようと思ってました。で、そして、1年半前の深夜の夜遅い時間に、もう今から会いたいっていうラインと、あともう一つ、もう会えなくなるかもしれへんっていうラインが2通届いてて、で、その時俺、もう寝てたから、朝パッと起きた時にそのラインに気づきました。もう俺はすぐに、もう会いに行くっていうラインの返信をしましたが、ただ、返信やったり電話とか折り返しは来ずでした。そして、何日か経った頃からか、県外から土地の固定資産税の請求書の手紙が届きました。全く身に覚えもなかったんやけど、俺やってやったんで、ただその中身を開いてみると、お母さんが持ってった土地の固定資産税の請求書の手紙でした。それは、母さんの実家のもので、まあ、ばあちゃんとじいちゃんはもう亡くなってるみたいだったんで、母さんの実家にあたる土地の手紙やったんですよ。で、そこに書いてあったのは、個人〇〇って俺の母さんの名前が書いてあって、で、死んだ日付が書いてあったんです。で、その日付は、母さんが俺に最後に送ってくれた LINE のメッセージの日付、会いたい。もう会えなくなるかもしれへんっていう日付と一致してました。でもそれ見たとき、頭がもう真っ白になりました。何が何だか全然わからなさすぎて、涙も出なくて、
ちょっと訳もわからず、とりあえずちょっと妹にも電話したら、妹のところにも同じ手紙が届いてて。で、俺はもうわずかな情報頼りに、風間さんの再婚しただって言ってたから、その旦那さんの方に会いに行きました。で、そこで、その母さんは、自らの命を絶ったっていうことを知らされました。産んでくれた母さんが亡くなったことを知って、やっぱり、夢がなくなったっていうか、ぽっかりなんか心に穴が開いて感覚がして、ちょっとなんで夢になりたかったんかなとか、そんなもんもうあんま分からなくなってました。そして、俺は今までと同じようにこう YouTube で動画投稿してたりとかしても、その時やっぱ感情も乗ってないし、なんか気持ちも乗ってないし、無理やりやってるというか、俺笑ってて、こうやって普通に動画投稿とかしてて、ええんかな、卑怯もないちゃうかなとか、なんかそんな風に自分を責めた時期もあったし、動画投稿に対して全然気持ちも乗ってないなっていう時期がすごくありました。普通に毎日が始まって、普通に過ごしていくっていうのが、俺にとっていいんかどうかがわからなくなってました。何度も何度も、いろいろ自分に問い続けました。どうしたらいいんやって。どうしていこうかと。で、俺は、ある答えにたどり着きました。俺は、実家に行ったら、毎回やることがあります。それは、神棚におる、そのじいちゃんの写真に向かって、手合わせて、心の中で、これからも、日々を大事に、周りの人たちを大事にして、必死で毎日を生きていきますっていうふうに、じいちゃんに言います。ほんなら俺がクヨクヨして、しょうもない生き方してたら、天国で見てる母さんも悲しむやろと。そんな本物じゃないし。やったら俺が、待ったと。元気いっぱい生きてるのを天国で見てほしいなと。その方が喜ぶやろと。死んだ母ちゃん見ておいてくれ。自分で死ぬなんてムカつくね。俺は、必死で楽しく生きる。この人生を、もう謳歌しまくって、使い古す。だから産んでくれてありがとうって言いたいです。日々を元気に一生懸命生きることが親への最大の感謝だと思ってます。俺は今思ってます。絶対有名になったんで。で、俺の思いっきり人生楽しむこの姿を多くの人に知らしめる。そして今、自ら命を絶とうとしてる人に生きる喜びを必死で伝えます。そして今いる家族に最大限感謝します。大事にします。まあ、自分に言い聞かせてんねんけどな。どうかみんなも家族や周りの人を大事にしちゃうし。今日は残りの人生の最初の一日って言葉があります。残りの人生を真剣に考えたときに、今日っていう日は特別な一日に変わるだろうっていう意味です。何事にも全力全開で生きる。それが僕の座右の銘です。みんなにはたくさんの生き方や世界を見せて、生きる選択肢をなるだけ持ってもらいたい。俺は親から最高のプレゼントをもらいました。それは人生です。ほんまありがとう。皆さんこれから、俺の人生見といてください。んで、共に生きていきましょう。このチャンネル通して、俺の人生に関わってくれて、ほんまありがとうございます。俺はこれからも必死で生きていくんで、見といてください。人生楽しもうぜ！ありがとうみんな。やりたいこと